か、整えとこうしな。でもみんなこっち入ってきてるもんね。まあ燃料の人もいますけどね。ちょっと僕はもうここで休みたい。できれば休みたいですね。なんかすごい山の方、なんかめっちゃパラシュートがみんな落ちてきてる。すげえ。うわ、あれすげえ。何やろ、自衛隊のあれかな。めっちゃパラシュートがすごい見えるかな。あー、もう見えへんなったかな。すげえ。7月10日月曜日、今時刻がね、なんと15時15分。はい、こんにちは。ということでね、今日お昼からお送りしております。朝ね、ちょっとね、荷物送らまいやったんで、撮影するとかなかったんで、出発してきております。群馬、本日こちらにお邪魔します。ということで、今から群馬に向けて走ってるんですけど、一回430撮って、あとはね、16時間以内ということで、まあ、大体15時間ぐらいとかな。で、大体ええとこで、多分そこから4時間以内では走れると思うので、まあ、その辺をちょっと調べていきたいと思います。なので今日は中央道をね、経由して行く形になると思います。荷物重たいんでちょっと上り坂とか、多分登らない可能性もありますけど、まあ、落ち着いて安全運転で行きたいと思います。すごいね、災害が出てまして、なんと警戒レベル5っていうね、もう台風並みの状況になってるんですけども、まあ、現在ではね、河川の氾濫、土砂災害、かなり、警報出ております。でそのうちね、それが今こっちに上がってきてるので、まあ、見ての通りね、雨がポツポツと降っていきます。多分明日あたりは関西がきついのかな、もしくはまあ、今晩で、ね、夜ぐらいきつくなりそうな感じになっております。はい、今ね、エナーさんの、トンネル越え橋工事ばっかりですね。こんな感じで工事になってます。でもう言うてる前、あっちのパーキングそのまま抜けていきまして、今日はね、時間的にまあもうちょっと走れるんですけど、今日は緑湖で一応終わろうかな。緑湖で7時ですね。あとそこから1時間、まあ1時間も走ってんかな、30分ぐらいなんですけど、ちょっとね、調べたら、ご飯を食べるとこが8時までとかが多くて、7時とかで、ちょっとこのまま行くとご飯がちょっとないんで、ちょっと今日は緑湖で、初めてかな、初めて緑湖に行きたいと思います。なので緑湖で今日はね、初の
はい、もうじき岡崎の手前あたりです。さあ岡崎あたりまで帰ってきました。とりあえず岡崎から順番に行きましょう。めちゃくちゃ眠たなってきた。あで、ご飯なんとかね食べれてないんで、ここでゲットしたいですね。とりあえず岡崎、あと刈谷、なあ頑張って長島かなくらいなんですけど、まあもう岡崎か刈谷でね、もうできたら止めたい。ちょうどどうなるか分かりませんけど、岡崎はとりあえずもう間もなくあと3キロです。はい、3キロで、着きます。もう電光掲示板は、調整中、分かりません、マジで分からん。なんとか止めたいですね。とりあえず岡崎入っていきたいと思います。でもみんなこっち入ってきてるもんね。まあ燃料の人も言いますけどね、僕はもうここで休みたい、できれば休みたいですね。もうお腹も空いたけど、もう眠気がすごい。どうもね、夜遅なるとね止めれないですからね、これがね辛い現状。さすがにこの時間は厳しいか、欲しいなぁ。なんか相手すごいな。駆けで後ろの方行くか前行くかなんですけど、厳しいかなぁ。後ろがもう止めれんかもしれんね。で後ろ行きましょうか。前は止めれなさそうなんで、よいしょ。とりあえずここ行ってみようかな。2列目もいっぱいなんですよね。どっかしら空いてくれてればありがたいが、なんかこの辺空いてたような気がすんねんな。あ、空いてる空いてる空いてる、よかった、ラッキーラッキーラッキー、これはラッキー、やっぱ空いてた。よし、ほんなら岡崎で終了ですね。よかった。さあ、ちょっと止めてアルコールチェックしてご飯食べに行きます。タッチの差ですね。よかった。はい、まもなく神戸西インター
クターのあたりです。もうちょっとね走りますけれども、もう間もなく現場到着となります。さあどんな感じでなるか、なんか夜間受付があったんで、もしかしたら夜間受付でもう朝6時からね降ろしてはる人もやると思うんですけど、うまくいけばね、もう大体トラック降ろし終わってか、まあ、朝ちょっと待ち食らうかぐらいなんですけど、まあわかんないですね。こればっかりは言ってみると、もう朝からこの時間帯からもうかなり多いかもしれませんし、ちょっとその辺は分かりませんが、とりあえずちょっと行きたいと思います。さあ降ろして、その後はまたね、釣りに走るんですけども、いや暑いもうすでにねだいぶ気温も上がってきたんで暑いですね。ちょっとしっかりね水分も取りながら、熱中症も一応ね用意してるんで、塩分もしっかり取っていきたいと思います。それではね間もなく降ろし先、ちょっとね降ろした後の検品とかその辺も多分時間かかると思うんで、まあちょっとすぐ出れるか分かりませんけど、まあ、とりあえず行ってどんな感じかだけ見てみたいと思います。それでは降ろし先今からね、行っていきたいと思います。はい、荷物下ろし終わりました。なんとか無事終わりました。自主荷役やったっすね、まあ、すぐ行ってすぐ呼ばれました。ほんと助かりました。ただもう下ろし終わった後にはねもうバースいっぱいで止めるとこなかったんでおトイレ行けずに出てきたんで、ちょっとこの後どっかでおトイレしますけども、ここからまた積み込み行きます。で、まあ、積み込んで、本日は終わりという形になります。いやーほんとなんか長い一日でした。まあ、今日は早終われるんでね、早終わってゆっくり休みたいと思います。ちょっと最近ね動画も全然上げれなかったんで、しっかりね上げれる時に上げていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。またね長距離のどことかいろいろ上げていきますけれども、道の駅も含めて下道、そして高速道路もね、また状況が変わっている状況になっているので、またその辺も合わせて、お送りしたいなと思っております。これから災害等あるのでね、十分気をつけながら、そして夏場の熱中ね、気をつけながら頑張っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。それでは See you again. バナナ。